こんにちは、しさきです。本日はですね、西武の地元出身選手についてお話ししたいなと思っております。前回中日の時にはですね、地元出身の選手大変多かったのですが、実は西武にはほとんど地元選手がいません。埼玉県は春日部共栄高校、埼玉栄高校、浦和学院高校、花咲徳栄高校など強豪校が非常に多く、甲子園に出るためにも激戦の戦いが繰り広げられ、甲子園出場がない選手でもプロ入りするというのも珍しくはありません。ただ地元の西武に指名された選手というのは多くはないんです。まず埼玉生まれの選手1人目、渡辺裕太郎選手。大谷選手2世と言われるエース候補ですね。高校時代に最速149キロの直球、スライダーやスプリットで空振りも取れる投手、甲子園にも出場し日本代表にも選出されました。西武は過去に甲子園のスターと言われる選手を多く指名し、今井選手や高橋光成選手らを投手不足のチーム事情から早々に一軍登板させてきたのですが、高橋光成選手は怪我、さらに今井選手も課題は見えています。その影響もあってか1年目は怪我の心配もありましたので、徹底した体作り、2軍登板は2試合のみでした。さらにその登板では失点もまず投げることはできました。そしてフェニックスでも登板、もちろんまだまだこれからの投手ではありますが、未来のエース候補であることは間違いないですし、地元の選手でもあります。190センチと大柄な体から大谷選手そっくりのフォームから投げ下ろす右腕、彼にはトップスターになってもらいたいなと思っております。そして2人目、松岡選手。最速149キロの直球、スライダーやチェンジアップが武器のサイドスロー投手、イムチャンヨン2世とも言われ、西武が19年に3位指名。高校時代には小柄ということもあり、投手となったのも3年からではありましたが、140キロを超えることができました。県大会で花咲徳栄高校に早々に敗れてしまったこともあって指名漏れを経験しましたが、独立でサイドスローに転向し多くの三振を奪い、プロに注目され西武から3位指名。まあ、正直3位というのはかなり驚いたのですが、大きな期待を集めているクローザー候補の右腕、独立出身ではありますがまだ年齢としては高卒2年目の若さ、これからが楽しみな将来性抜群の右腕かなと思っています。そして埼玉の高校出身の選手、まず1人目、佐野選手。タイで生まれ、その後埼玉で育った左腕、高校時代に甲子園出場とはなりませんでしたが、予選で多くの三振を奪い注目されました。そしてあの牧田和久選手と同じ平成国際大に進学、スライダーやチェンジアップ、カーブを用いて三振を奪い、リーグ新記録となる30勝をマークし西武から2位指名。この年のドラフト、注目されていた大学投手が4年時に怪我不調で評価が乱高下し、特に左腕に関してはかなり混沌とした状況でした。その中で佐野選手は長く高い評価を受け上位指名を受けました。そして1年目早々に先発登板、試合をまずまず作りながら勝利とはなりませんでしたが、2試合で1先発5回 5.40、 ただ2軍では27試合で53回2敗35四死球、29三振、防御率 4.08 と制球面で課題。ただ翌年は中継ぎ中心で15試合で 27.1回、1勝1敗16四死球、11三振、防御率 3.29 と、四死球は多いながらロングリリーフとして1軍で登板し勝利も挙げてみせました。そして17年、先発として初勝利を挙げ、6試合で 23.2回、3勝1敗、防御率 4.56 と、先発ローテの定着も期待をされていたのですが、左膝を痛め手術、そして長期離脱となってしまいました。そして18年、復帰し1軍登板も5試合で 9.2回、1敗、防御率 8.38 と1軍の戦力となることはできませんでした。ただ19年はビハインド中心のロングリリーフ、さらにチーム事情で先発としても登板などチームを支えてくれました。交流戦では今井選手の登板回避で先発し試合を作ってみせました。投手陣が非常に苦しく先発が早々に降りる試合が増えた夏場には、とにかく毎日のようにロングリリーフとして登板、44試合で 67.2回、2勝2敗、防御率 4.39 と、防御率自体はやや高くなってしまったのですが、チームに欠かせない戦力として優勝に貢献してくれました。今後先発に戻るか、19年のようにロングリリーフ起用となるかどうかは不明ではありますが、大きな戦力であることは間違いないかなと思っております。そして井出井選手、埼玉栄高校では甲子園出場はなかったのですが、先発中継ぎでどちらでも登板した選手、神奈川大学ではリリーフ中心ではありましたが、角度のある直球、フォーク、ツーシームを武器に多くの試合で登板、引き出しが多く将来性豊かな投手として期待され、育成1位指名、まずは2軍でしっかり投げ支配下契約つかみ取ってほしいところかなと思っております。そして野手ですね、1人目、木村選手。高校時代、春日部共栄高校、浦和学院高校に勝つことができず、甲子園出場経験はなかったのですが、150キロ近い直球と高校通算33本塁打の実績が評価され、西武が投手として外れ1位で指名しました。1年目の1軍で中継ぎとして6イニングに登板も10安打4四球3三振、防御率 6.00 と苦しかったのです。
そして2008年、2軍でチーム最長のイニングを6勝9敗、78四死球、防御率 0.34 と苦しかったんです。そして2009年の WBC の強化試合に先発、また1軍で先発としても登板も11試合で 27.1 回、4敗、25三振、防御率 8.56。 そして2010年には肘を手術。ただ11年、2軍でアピールし、1軍昇格間近とも言われていたのですが、交通事故に遭ってしまい延期。ただその後中継ぎとして多くの試合で1軍登板、21試合で25回1勝、17三振、9四死球、防御率 2.88 と安定感を見せることができました。ただ12年には腰痛など怪我に悩まされ、もともと野手としても評価が高く、投手として苦しんでいたこともあり、野手転向を打診され決定しました。転向1年目の2軍で大谷選手から2本塁打を放つなど期待され、1軍でも初安打。そして2014年、開幕スタメンを勝ち取り、初ホームランを放つなど大活躍。この時の西武打線、本当に苦しく、木村選手と浅村選手が希望だったんです。まあ、彼も率は高くなく三振も多かったのですが、野手転向2年目ながら100試合で2割1分5厘、10本27点、16盗塁、OPS6 割5分2厘と2桁本塁打を記録することができました。ただ、2015年は打撃不振。5本塁打も放ちながら49試合で1割9分5厘。さらに翌年は守備固め中心の起用で28試合で1割6分7厘。ただ17年は金子選手の怪我や森選手の離脱で外野を守っていた栗山選手が DH に入ることも増え、出場機会を得ると105試合に出場、2割1厘、2本13点、7盗塁、OPS5 割2分8厘とレギュラー定着とはなりませんでしたが、再び多くの試合に出場することができました。ただ18年は外崎選手と金子選手にレギュラーを奪われ、75試合で2割6分3本12点、 OPS7 割4分4厘も打席数は120。ただ CS では本塁打を放つなど光も見せました。そして浅村選手が移籍、さらに外崎選手のコンバートで外野が再び空き、19年には競争へ。もともとオープン戦等では好調を維持し、若手の壁になるとも言われていた選手で、まあ、彼の愛称でもあるカルロスと合わさってウォールカルロスとも言われている選手、19年にレギュラーに定着。ただ打率は大きな課題、さらに得点圏では1割4分と本当に苦しく、夏場には犠牲フライなどチームバッティングは良かったものの、終盤以降に苦しい打席が増え、固定されていたこともあり、かなり叩かれてしまった印象があります。130試合で2割2分10本38点16盗塁 OPS6 割1分3厘という数字で、規定打席にわずか届かず、まあ、正直攻撃的ポジションであるライトでこの数字というのはかなり寂しい。まあ、超強肩でアームという送球評価では 6.7 という数字ではありますが、守備範囲の示す指標ではマイナス15、 UZR 全体で見てもマイナス8と苦しい数字。まあ、ただ19年若手がブレイクできなかったこともあり、彼がいなければ優勝も難しかったかもしれません。まあ、左には課題ながらバックアップとしては優秀なんです。まあ、ただ2020年文句を言わせずレギュラーとなってほしいなというふうに思っております。そして西川選手、強豪花咲徳栄高校で1年生から出場した天才バッターですね。甲子園に3度出場し、エースだった清水達也選手らと大活躍し、3年時には優勝を引っ張り、高校通算31本塁打の実績で西武に2指名。まあ、ただ高校2年時には大胸筋断裂の大怪我があり、高校3年時代には一塁守備中心で早球というところはかなり不安視されていました。まあ、ただ天才的なバッティング、さらに俊足というのは高く評価をされ、2指名。高卒1年目は2軍で怪我のリハビリ、そして1塁中心の起用で79試合で2割2分6厘、9点9盗塁、 OPS5 割4分2厘と本塁打を放つことができなかったのですが、2年目には103試合で2割4分2厘、3本25点10盗塁、 OPS6 割6厘、そして3塁守備もこなし始めました。そして2020年からは怪我も癒えてきましたので、外野手として挑戦します。西武の外野かなり課題のポジションでもありますので、怪我もありましたが天才打者として大きく育ってほしいなと思っております。そして愛斗選手、まあ、先日もお話しした選手ですので手短に、高校時代花咲徳栄高校で4番として多くの試合に出場し、高校通算28本塁打、さらに俊足強肩と身体能力抜群の外野手として4指名。まあ、先日もお話ししたのですが、高卒2年目に2軍で43試合で3割5分8厘、8本25点、OPS10 割超えと大活躍し、プロスペクトランキングで1位をつかむなど大きな期待。まあ、ただ18年は2軍で99試合で2割5分、13本49点、OPS6 割8分1厘で出塁率は2割8分2厘と課題。そして19年、1軍ブレイクを期待されていましたが、1軍では42試合で1割5分1厘、2軍では3割2厘、8本35点もブレイクとはなりませんでした。2020年こそ本当に期待しています。西武は強豪校が多くある埼玉県を本拠地としてはありますが、地元選手が多いわけではありません。
もともと高卒のスター候補に1位指名する傾向、さらに野手のスカウトにも定評があり、まあ、地元枠と言われるところはほとんどありません。ただ高卒のエース候補かつ地元の選手でもある渡辺選手には本当に大きく育ってほしいなと思っています。球団で花咲徳栄高校出身の高橋光也選手、若月選手、清水達也選手、ロッテの小島選手やオリックス山崎福也選手、ヤクルト太田健吾選手、巨人大竹選手、また原口選手など埼玉出身の選手は多いんです。特にホークスには帝京高校の中村晃選手、仙台育英高校の上林選手と埼玉出身ながら西武に立ちはだかる選手もいます。彼らが西武に来れば特に上林選手欲しかったなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。